皆様こんにちは、もみじ屋の山本でございます。もみじ屋はですね、創業明治初期でございます。で、神護寺の参拝客をもてなしてたというのが旅館の始まりでございます。この専用の吊り橋を渡ってもみじ屋の中へご案内をするんですが、ぜひ渡っていただきながら下に見える清滝川と新緑のもみじお楽しみいただければと思います。当館の最大のポイントとしまして、川床でお食事を楽しんでいただけるというのが特徴になっています。また屋根がございますので雨天でもお楽しみいただける。で、またお席からは新緑のもみじですね、すごい今鮮やかな色をしていますのでお楽しみいただけますし、清滝川のゆっくりとした流れを見ていただきながら楽しんでいただけるかなと思っております。で、お料理は旬の食材を使いまして、鮎の塩焼きや柳川風の神鍋でございますね。お楽しみいただけるようにご準備をしております。週末にはですね、こんなお楽しみもございます。にも舞妓さんがですね、入ってのお食事っていうのも、お楽しみいただけるのが最大のポイントになっております。ご案内しましたように、当館の川床ですね、お楽しみいただけるんですが、本館の方と、こちら別館川の湯寄りで宿泊も、できます。また市内のホテルさんへ泊まっていただいて、無料送迎バスも運行しておりますので、お食事だけでお越しいただけるというのも可能でございますので、またもみじ非常に紅葉も綺麗でございますし、また夜ですね、この清滝川に、水面に提灯も映って幻想的な雰囲気になりますので、ぜひお越しをいただければと思っております。お待ちしております。